女子テニスで元世界ランク9位の A ペトコビッチ、ドイツは11日に公開された海外メディア、テニスチャンネルのインタビュー動画で言いスぎとりな、ウクライナ、ラ出産から復帰後に活躍している選手が、大阪なおみをはじめとした出産からの復帰を目指す選手の、プレッシャーを強めているとさえ思う、と語った。大阪なおみ子供の写真を公開、昨年現役を引退した35歳のペトコビッチ。 現役時代はシングルスで7つのタイトルを獲得し、世界ランキングは最高で9位を記録した。今回ペトコビッチは海外メディア、テニスチャンネルのインタビューを受け、その中で女子のテニス選手が出産から復帰しやすくなったことについて元世界ランク1位の S ウィリアムズ、アメリカや今年3級から復帰後わずか3ヶ月でウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラム、 ベスト4進出を成し遂げた吸い取り名を例に挙げ、現在産休中の大阪直美らにも言及した。WTA、女子テニス協会は、かつては難しかった復帰をサポートする新しいルールをいくつか導入した。以前は、出産で、プロテクトランキング、長期離脱選手の救済措置、を得ることができなかったので、チャレンジャーツアー、株大会、で復帰しなければならなかったが、 それは子供がいると非常に困難だった。これがシステム的な部分だと思う。もう一つはロールモデル。今、私たちは出産からの復帰が可能であることを知っている。私たちはセリーナ、ウィリアムズが復帰するのを見た。今はスイート・リナを見ていて、彼女が先日復帰した C.O. ズニアッキー、デンマークや現在産休中の大阪・ナオミ、そしてエーケルバー、 ドイツのような選手たちへのプレッシャーを強めているのではないかとさえ思うは、今スイトリナがとても力強く戻ってきているから彼女たちも少しプレッシャーを感じていると思うプレッシャーに感じているかはもちろん本人たちにしかわかりえないことだがセリーナやスイトリナが出産から復帰する選手のロールモデルとなっていることは紛れもない事実であり大阪も彼女たちのように復帰できるか注目されている 大阪は先月第1子を出産しており、今後は来年1月の全豪オープン、オーストラリア、メルボルン、ハード、ブランドスラムでの復帰を予定している。